今からですね、ある場所に向かいたいと思います。なんか有効市場最大級に行きにくいこの場所っていうところに行ってみたいと思います。1時間に1本しか電車がないの1本逃したら超やばいやつ。こちらの動画で言っていた私を呼び出したご先祖様の為氏さんと為継さんに会いに行ってみたいと思います。寺庄の駅に着きました。ここはね、甲賀の里なんだよ。だから忍者忍者忍者ここからはですね、ちょっとタクシーを呼ばないと無理だと思うんだよな。よいしょ。もうね、しかもなんか歩いて15分ぐらいで着くかもしれないんだけど、私なんと昨日登山しちゃって、足がなんかもうなんか生まれたての小鹿ぐらいブルブルしてるからちょっとね、タクシー呼んでみるかな。あ、回ってくれた回ってくれた。すいません、すいません、お待たせです。よろしくお願いします。佐治神社、佐治神社、佐治家お願いします。ここの佐治家で、佐治家の本元がここにおられて、佐治家 の、その集まりをやって、佐治家が読んだ。それ知ってますか？佐治家さんが読んだの知らないんですけど、なんかすごいね。私昨日、一昨日名古屋の方の佐治城も行ってきたんですよ。今ね、佐治巡ってるんですよ、佐治だから。だから佐治の城もよくご存知で。そうなんですよ。ここ佐治家の本で。あ、ここなんだ。佐治家像を読んで。とりあえずさっきその友達にも書いてたんで。あ、なんだっけ、あの飛び出し中、なんとか坊や、なんでしたっけあれ。飛び出し坊や。飛び出し坊や。あ、上洛院。そこ。上年寺で上洛院。行かはったことある？あ、行けないですよ。行きたかったんですけど、全然。そうだ。佐治家の方。すごいな。グッドタイミングで。グッドタイミングでしたわ。こんなとこにタクシーをリアル人いるかみたいな話になって。あ、そうだったんですか？誰やろ。あ、そうなんですか。あの城跡の方もちょっと行ってきたいなと思ったんですよね。城はね、全くもう本当に石碑だけですよね。うん、そう、それちょっと行ってみたいなと思って。あ、佐治さん家だ。もしどっか行ったらその間にそこのお持ち、あ、それかってしまう。あ、こちらから出てらっしゃった佐治さん。はい、すごい人来はったで東京から佐治家探してるの。びっくりするやろ。おー、びっくりした。はじめまして。タクシー乗りはって、先生と誰やろ、タクシー乗りしといて、佐治家探して、あらららら、ちょっと紹介して、かまへんじゃん。すごいね、はじめまして。佐治家行きたいとか、よう知ってはんの。あ、佐治優子と申します。すごいやろ。佐治優子と申します。すごい、すごい。ごめんなさい、こっち側撮ってるんで、今映像撮ってないです。何、いやいや、いいですよ。いいですか、撮ってもらっても。え、本ですか。佐治家のことについて、またちょっと。わお、はじめまして。よかった。佐治家の取材に。あ、そう、取材というか、その先祖を巡る旅を今してて。すごいな。すごい人に出会ったな。で、今ちょうど佐治神社から城跡の方に歩いていこうと思って、佐治神社で降りたら声かけていただいて。どっから来られたんですか？東京で。さっきタクシーが。ほんで、先生と、いや、こんなとこでタクシー降りる人なんやろと思って。私です。タクシー降りて。あ、そう。どうして来られた、どっからって言った、東京で佐治家の手が私びっくりした。そうなんですよ。で、一昨日名古屋の方の佐治城、大野佐治城に行ってきて、名古屋人にあこはね、徳滑、あの徳滑の方にも行って、お坊の、あ、そう、お坊の方の、お坊の一番最初の旦那さん、それとつながって、あ、そう、つながってますよね。いや、だからそれがつながってるのかどうかいうのが微妙なんで、どっちが、どっちが、やっぱりそうですよね。ただからへんね、家紋が9本じゃないですか、向こうも。うん、そう。で、こっち、あ、うちの家紋も9本なんですよ。あれね、9本を語れるのが本家です。そうですよね、うちの家紋も9本で。でも、ほんまは9本語ったらあかんねんけれども。え、なんでできないんですか？いやいや、その、何？
直属とそうでないのとで、うん、直属そうかな、見ますよね。でうちが分家や、あ、そうなんですね、うん、じゃあうち直属ですね、9本だから。そこ、そこ直属、そこのね、一番語っちゃいけないとかあるんだ、うん、そこの一番高い家が、あの元々の上州、家でもらった、うん、もうせっかく東京さんのことな、大丈夫ですか、そんなに全然大丈夫、こじんまり来ようと思って。いやいや、もうこれはもうサジの人間、ほら人に迷惑かけないように生きてるじゃないですか。忍者やし、いや、それやし、あのあれよ、サントリーの社長もね、うんうん、サジ慶三、うん、サジ慶三さんってあの養子に来られたんですよね。鳥居さん、鳥居慶三、そうですよね、そうとか、すごいね。あ、そうですか。器具っていうか、そうそう、なるほど。で、ちょっとまだね、神社も伺ってなくて、行ってなくてですね。なるほど。これから行ってみようかなと思ったりして、うん、はいはい、ほんでお餅食べてもらって、うん、まだ言うときましょうか。うん、かそこの本家、あ、うん、あ、わかりました。で、まあうちがその文系、佐治城ってもう姿ないですよね。何もない。石あれ後やけ。何もない。そう、なんかあの、うん、池とかもちょっと見て帰りたい、そうみたいな。なんでそれはご存知？え、でもインターネットで、あ、出たの、佐治家を調べたら出たのか、あと水量節とか、うん、ね、なんか出てきて、お姫様が入ったり、ね、うん、そうですよね、お姫様、お姫様、うん、すごいね、すごいでしょ、すごい佐治なんで。そうなんか、じゃあ私ちょっと佐治神社の方に行ってみます、うんうん、そうですね。で、そこで、まあ、お餅食べてもらったらいいかなと。なるほど。行ったり来たり、この辺ちょっと今うろうろしようかなと思ってます、うん、ちょっと電話、そうしようか、え、うん、ちょっと偉い、あの偉い、すいません、じゃあちょっと佐治神社にいます。まあ神社さっき行くかしてもらって、そこの、はい、神社にいます。行ってください、あの餅会館、はい、餅会館、あの餅のやつ、めちゃめちゃ餅をしますね。餅は誰 の、 あの会社なんですか？あ、地元やな、もう地元の、うん、餅工房、うん、サジってなんか餅麦ですよね、うん、あ、間違えた、餅米ですよね、うん、私お餅超大好きだから、うん、かけないか、東京でやってもらうの。めっちゃめちゃ美味しいんですよ、うん、で、まあ、あの ものすごい重粘土質のミネラルの部分だところや、境にもち米に適した、うん、で地元で小さじの餅は美味しいよっていうので、あの地元の人たちが立ち上げた会社なんですよ。そう、なんかもち米って聞いた、なんかそうなんですよね、うん、歴史の画に書いてあるみたいな、献上してる、うん、うわー、うち父が、うん、あの新潟なんですよ、上越、うん、だからその父の、私のおじいちゃんか、父の父が上越にいるんですけど、うん、それがどっからつながってきて、本家のどっからつながってきてるのかなと思って知りたくて、うん、あの甲子園に見に行った時、売り子さんが女の子サジだったので、あ、サジさんにちょっとビール言うたら、よくサジって呼んでもらいましたね言うて、珍しいし、あんたここ、ここ僕どこ滋賀県で親戚ある方はないんですけど言って、でもなんか歴史めちゃくちゃ好きな人は、兵庫県にサジ家があるらしい、兵庫県に、うん、それまだ知らないけど、サジ誰か言うてたし、あるって、そうですか、まあまあ、そこ行ってもらって、ちょっとそれでお餅食べないといけないから、はい、ちょっとじゃあ行ってみ、ありがとうございます、すいません、お忙しい中、はい、すいません、ありがとうございました。いろいろありがとうございます。いやいや、そうも好きで、大概声かけられる、歩いてたら地元つ、うん、見つかれる。お餅ってなんかあれだけど、ちょっと簡単にこう食べれる感じのお店ですか？あるあるある。ああ、よかったよかった。ちょっとね、なんかタクシーの人呼んじゃってるから、時間大丈夫かなと思って。あ、そうか、上野まで、あの城跡のとこまでって結構遠いですか？ちょっと遠いな。ああ、そうなんだ。そっちから行くんですけど、うん、それは歩いて行くと、歩いて行くとちょっと大変ですか？いや、行ける、行けるけど、頑張れば行ける。何もない何もない、そうですよね、何もないだろうなと思ってきた。ほんまにそんな何やらしい、あとだけ、お、サジの餅って書いてある、うん、そうか、お餅大好きだもんな、となんか関係あるんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、あ、ごめんなさい、うん、え、何の音ですか？あれはウィルちゃん、12時、あ、12時、こんな可愛い音楽流れるんだ、そこで地震やりましたとか、そこでね、あ、流すんですね。あ、先にちょっと、あ、自分より先にまた後ほどです、ありがとうございます。はい、めちゃくちゃ餅をしてくるじゃんでも食べるよ、全然食べるよ。へえ、なんかすごい、
やっぱりね、そうここでサジって言ったらきっといろんな人に声かけてもらえるかなとは思ってた。到着しました。なんと佐治神社に来ました。ここね、うちの本家のとこなんですよ。見てこれ、もうまさにこのように生きるようにしているっていう、私のなんか本当に心を書いたようなのが書いてあった。いやー、なんか雨降ってきたけど、ちょっと私が来て雨が降るとかすごい珍しい。これ見えないかな、逆光か。飛鳥神宮の宮司さんがなんか三位なんていうんだろうね、ちょっと佐治神社。これね、今日ね、珍しく雨が降ってるじゃないですか。私が来てこれってね、絶対ね意味があるんですよ。お邪魔します。佐治家にはね、いろんな伝説があるんですよ。すごい素敵なところだな、佐治神社。どうやって回ろう。あ、長寿屋があるかな。佐治家はね、龍神信仰なんですよ。それはね、なぜかというと、昔さ、天正13年とかに秀吉のさ、奥田城攻めがあったじゃないですか。あの時に堤防をね、作ったのがね、佐治だよね、この甲賀衆の佐治氏なんですよ。で、それでね、ちょっとさ、堤防が、そう、3日とかで確かね、作れとかって言われたんだよ、すごい長い堤防を。3日か6日か、なんか忘れちゃったけど、そんな短時間で作れって言われて、一生懸命作った絵、そしたらさ、水が漏れてきちゃったわけ。そしたら、なんか、それが許せんとかって言って、秀吉が。で、なんかお家取り潰しだっけな、なんか取り壊しだっけな、なんかさ、領地とか全部没収されちゃってさ、その時に、佐治家のさ、城主がさ、そんなの許せんとかっつって、で、城にさ、佐治城にさ、籠城するの。それで、その時にね、奥方さんがもう本当ギリギリの時に、なんかなんだっけな、もうこの辺ってさ、もち米のさ、農家なんですよ。さっきもね、おじさんもちもち言ってたけど、だからさ、なんか日照りの時でね、水が足りなくなったらね、なんか私を呼べとかって言って、龍になって水を降らしてやるとかって言って、マスガタ池っていう池にね、身を投げたっていうね、気合の入った佐治家の奥方なんですよ。だからね、ここら辺にとってはさ、雨が降るっていうのはさ、すごくいいことなんですよ。で、昔はね、雨が降ると、あ、やった、雨が降ったって、恵みの雨だって言って、水量節っていう、民謡をね、歌って踊ってみんなっていうのがね、ずっと続いてて、で、今でもその水量節保存会っていう人たちが、その水量節をね、歌い継いでくれてるらしいです。だわ、とっても。オナムチ、オナムチって、オホナムチになってる。あ、昔の言葉なのかな。イザナギザナミオナムチ。なんかさ、お参りしちゃったら終わっちゃう気がするから、ごめんなさい、ちょっと先に見たいの。神馬、この神馬も可愛いな、勢いがめっちゃすごいんだけど。水戸萌えマーク。
参りしたら雨が止んだ。お餅食べに行こうか。さっきのおじさんがね、マジでもち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 言ってるから。でも絶対に美味しいんだと思う。なんだっけ、これなんとか坊や、なんとか坊やね。なんだっけ、なんとか坊や、覚えられないな。この隣の方がいいのかな。なんか2軒ぐらい並んでたな。思い出し笑いしちゃった。さっきのおじさん、めっちゃいい人だったね。なんとか、なんか東京で、じゃあお餅の商売してとか。めっちゃおもろい。ちょっと餅ハウスに行ってみよう。こんにちは。全部美味しそう。もんじゃ餅。買っていこう。じゃあ何かいただこうかな。いただいてお土産を買って帰ろう。でもね、違うんですよ。もうね、今ね取り壊されちゃってなくて、あの石碑しかないんですよ。だから増田大家に行ってみようかなと思って。あの池が石碑だからね、ちょっと離れたところにもあって、佐治ってこう広いじゃないですか、割と。だからもうあっちとかこっちとかすごい離れてるんですよね、石碑が。じゃあ私、佐治と申しまして、あのその先祖の由来を探しに行かない。あ、そう、先祖の出所をずっと渡り歩いていまして、今。あのあれみたいや、NHK でやってる。そのルーツをそれをなんかやってる感じです、今。ちょっと面白いなと思って、ね、そしたらなんかどんどんすごいところにたどり着いていくから、ちょっとあすごいなみたいな感じです、何か分かりました。まあ、お城がとりあえずうちには2つあるんだなってこととか。そう、神社も2つあったりとか。美味しいですよ、どうぞ。すごい美味しそう、うん、お箸ね、あります。はい、ありがとうございます。ちょっとゆっくり、じゃあありがとうございます。いただきます。美味しそうなのが来た。ちょっとこれ顔が笑っちゃってるけど、本当にね、笑っちゃうぐらい美味しかったの。本当にびっくり。あー、美味しかったです。よし、そしたらですね、増田池に向かおう。行ってみます。今池の方に向かって歩いてたら、写真でも菩提寺見つけた。ここ上洛院、ここ佐治家本家の菩提寺ですね。ちょっと行ってみようかな。ただね、家紋があるはずなんだよね。なんか佐治さんの名前だらけだ。
キャラの名前がいっぱいある。ここかな。キャンプ場だ。息が切れる。なんかさ、こういう遺跡的なのとか、遺跡？城だからまたあれか。ちょっと息が切れる場所にあるところが多いよね。このね、すぐキャンプ場の隣が増形池なんだよね。あの奥方様が身を投じた場所。ここか。ここです。だからさ、この裏側がお城になっててさ、なんかあの戦後の開拓によってお城は壊されちゃったんだけど、お、小佐治歴史街道って書いてある。ここですね、増形池。そうなんですよね。このなんかね、あの神って書いてある、これがね、あのね、龍神様の意味なんだって。佐治家は龍神信仰だから。なんて書いてる、何年って書いてる。13年、土の戸見7月吉日。なんて書いてる。なんとか、そこがね、龍神様なんだってさ。あ、まためちゃんが降ってきた。珍しいな、私が旅行に来て雨なの。こんなにも雨なこと。あ、なんか看板見つけ。いや、すごいんだけど、忍びの里、甲賀伊賀。なんか、佐治家こんななんか、忍びの忍者じゃないけどね。指定遺跡佐治城跡。あ、そう、これ水量節。この増形池にまつわる物語から起こったと言われています。ねえ、ずっとこのところ晴れてたからよかったね。今日雨が降って、あのこの甲賀州の佐治家も、あの知多のさ、大野州の佐治家も、二つでもさ、秀吉にさ、潰されてるわけよ。私全然なんか昔で本当さ、子供の頃なんかそんなこと全然知らなかったけど、なんか、歴史のさ、教科書見てさ、こいつ、なんか嫌いやわーと思って、眉毛つなげて鼻毛描いた。なんかさ、多分私の DNA にさ、乗る始まみたいなのが入ってんね、多分ね。本当に。だってさ、超因縁だもん、マジで。因縁つけられて潰されたとかさ、ほんと腹立たしいよね。お城の跡のさ、あっちから行けばいいのかな。なんか城跡みたいなやつが確かどっかにあるはずなんだよね。でもさ、歴史ってさ、佐治家さ、そんなにさ有名じゃないじゃないですか。でもさ、佐治家のさ家訓がさ、私なんかほんと知らず知らずに佐治家の家訓をさ、あの実践してたんだけど、あのね、巧妙より実を取れみたいな家柄なのよ。あのさ、戦いの時ってさ、我はなんとかなりとかってさ、自分とこのさ旗とかをはためかせていくじゃない。でもね、なんか佐治家ね、そういうのないの。なんかで、とにかくやっとこうみたいな。とにかくやっちゃおうぜみたいな、そんな感じでさ、我はなんとかなりやんないのよ。そんなね、ダッサいことやんないのよ。悪いけど、あー、どこだろう、力のがいけんのかな。そうだからね、その歴史にね、名前が全然残ってなかったり、佐治の歴史ってすごい不思議なところがいっぱいあって、謎めいてんだよね。こっちじゃないのかな。そう、謎深しい一族なんですよ。なんか今ネットで調べたら、なんかね、このなんかね、奥みたい、その石碑ぐるーり回って向こう側から行かないといけないっぽいんだよね。
多分ね、ここ行くんだと思う。うわ、このここよ、こここのあの奥、あの奥にあるんだよね。無理でしょそれ、さすがに。私忍者じゃないんだから。ちょっとあの向こうのキャンプ場から回れないかな。ちょっと行ってみるか。でもこの奥方様すごいよね、本当に。みんなをさ、自分がいなくなっても守ろうとしてさ、マジでめちゃめちゃ誇りに思うよ。我が先祖誇りに思う。キャンプ場の敷地だったらごめんなさいだね。あ、見つけた、佐治城跡。あ、よかった、なんかぐるり回らなくてよかった。でも結局さ、ほらもう取り壊されちゃってるから、ないのよないのよ。ここ佐治城跡。すごいね、私ヨガヨなら実家城みたいな感じ。すごい、実家城を言ってみたかったわ。でもさ、もうすごい、なんかさ、マジでうちの先祖すげえなと思うわ。なんかさ、やっぱりね、私も頑張ろうと思う。なんか城は築けないと思うけど、あの甲賀衆佐治家として誇り高く生きていこうと思う、本当に。そっか、石碑はもうないんだな。さすがにこの中に入ってはいけないもんね。こっちが私 の、 あの本家のね、場所なんですよ。甲賀衆佐治家九本柱、日の丸扇で、多分あの名古屋の方の動画でも言ってるかもしれないけど、あっちがあのね、佐治家の本家、その九本柱日の丸扇の佐治家本家の三男が向こうに移って、向こうでも水軍やってるんですよね。でこっちの佐治家はもともとやっぱりあの水軍だからさ、あれなんですよ、琵琶湖のあのあの辺のさ、あの海流とか、こう、あの海流じゃない、あの水のさ、あの貿易関係とかね、そういうのをやってたお家なんですよ。でやっぱりほら、あのさ、秀吉にさ無理言われてさ、3日か6日で作ったけど、あの石垣で、あの川をさ、川っていうか、あの水攻めするときに石垣立てたりとかしたでしょ。あれほら、石工職人だからさ。そうなんですよ、だからさ、あの名古屋の方でも言ってたと思うけど、あのものすごく北先祖は多分ね、ラピュタだと思うわけ。だしラピュタの子孫だと思うわけ。だから私さ、パッてさ、夜さ、空見るとさ、もう一瞬でオリオン座見つけられるんだよね。あ、オリオンっていう。ねえ、だから私占い絶対向いてると思う、本当に。自分で言うのもなんだけど、やっぱあれな、私がやってるのって、あの太陽系をさ、あの基準に作った四柱推命やってるけど、やっぱシビト数の方が合ってるかもしれないな。あっちはあの星を見るから。そう、ちょうどね、シビト数やろうと思ってたから。シビト数の的中率って本当にすごいらしいのでね、きっとなんか先祖も力を貸してくれるだろうっていうことで、今年はね、そう、シビト数に挑戦してみようと思います。まあ占いって言っても、だからなんかさ、なんかみんなを導くとか、そういうの別にあのね、絶対こうです運命はとかっていう感じじゃなくて、困ってる人がいたらね、なんかこう気持ち的に助けてあげられたらいいなっていうぐらいな感じですよ。来れてよかった。すぐさっきの後ろのところから降りてきて、少しのところ、歩いて1分のところなんだけど、めちゃくちゃものすごいいい展望。ここもすごくいいとこだな。
見つけた。さっき上洛院のところでうちの代々の墓ってのはないなと思ってたら、ここにあった日の丸扇9本やばいやばい、全部うちのやん。ここか、危ない、帰っちゃうとこだったよ。お墓参りしよう、お墓参りして帰ります。よかった、危ねえ、ここまで来てお墓参りしないで帰るとかないよね、マジで。あぶねえ、通り過ぎるとこだったよ。だってさ、全然急にね、今ね、あれとか、本当はあのまっすぐさ、あの向こうに行かなきゃいけなかったのに、いきなりさ、あれここなんか曲がった方がいいんじゃないかなって思ったのよ。こんなさ、道から急にさ、なんか登ってさ、すぐそこにめっちゃくちゃ佐治一族の墓があるなんてさ、思いもよらないよね。びっくりした。なんかこのお地蔵さん、そこにさ、角にお地蔵さんがいるんだけどさ、それがさ、鳥のマークがついてるのよ。こちらにいるんだけど、ここにいるんだけどさ、ね、鳥のマークがついてるでしょ。だって本当だったらさ、こっちまっすぐ行くわけ、私。だけど、この鳥がこっちに私を連れてったの。私ね、なんかね、大事な局面で絶対鳥がね、助けに来るんだよね。すごい不思議なの、これも。なんか私のピンチとか、おい、こっちじゃないとか、ここはやめとけとか、なんか、お前早く目覚めろみたいな時に、絶対なんかね、トンビとかカラスとか、今のだって鳳凰のマークだったでしょ。なんかね、鳥がね、めっちゃ助けてくれるんですよ、私の行く道を。でもそうじゃない、やっぱほら、ラピュタってさ、ラピュタ族ってさ、あの船で航海しててさ、なんか鳥に先導されてとかって言うもんね。絶対私鳥に助けられてる、鳥類。マジで、いやー、危ない危ない、よかった、ありがとうございました。皆さん、また鳥が助けてくれました。ね、私なんか不思議な力に守られてると思うよね、自分で。本当に、よし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 、こっちだ。おお、私これ今気がついたんだけどさ、ここになんかポールがこうやってあるんですよね。これってさ、あの祝日の日は日の丸が上がるんだろうね、きっと。ここのポールにね、最高、マジで日の丸最高。だってさ、日本のさ、なんかあの国旗にさ、正式に認められた日の丸が認められたのってさ、そんなに長くないよね、歴史的にね。1900年代とかの話じゃなかったかな、確か、私の記憶が確かなら。間違ってたらすいません。だけどさ、南西佐治家永禄何年とかだから、佐治家が出来上がったのが永禄何年とかで、もうだから西暦1000、まあ遅くても1200年とか1300年とかぐらいにはさ、もうこの日の丸の扇をあの家紋にしてるんですよね、うち。マジであの超嬉しい。マジで、だから日の丸を見ると、おおってちょ、燃える。燃えるね。そう、私なんか日の丸好きだなと思ったけど、やっぱりね、それはそうですよね、我が家紋だから。タクシーがそろそろ来ると思いますので、待ちたいと思います。こちらにします。味噌田楽をね、食べたいなと思って。
本当はさ全然飲むつもりじゃなかったんだけど、なんかお飲み物さ先にご注文受けたまりますって言われて、ああじゃあとか言って結局一杯飲んでしまうっていう。もうなんか今回の旅はお腹いっぱいだな。だいぶたくさんの場所に行けましたので、すっごい楽しかったみたいな旅ではなかったけど、本当に行ってよかったなと思った旅でした。皆さんもね、もし先祖のなんかとか、そのまた先祖とかまたその先祖とか、ちょっとね、面白いから調べてみてほしいと思う誰かが一人いなくても自分が今この世にいないのね。そう思ったらさ、なんかちょっと胸熱でしょまあね、もうね、行って何で来たんだよっていう人は絶対いないからよく来たねって言って、きっとね、日頃から守ってくださると思うので、ぜひ皆さんも先祖に出会う旅行ってみてください。では帰ります。